Everybody, this is Ryan Lucius here. We are back to react to the stories of the new event, The Cursed Connections. Anyways, let's begin with episode 2, Barriers of Confusion. Don't forget, to all my viewers and followers, if you haven't subscribed yet, please hit that bell and hit subscribe. And anyways, if you want more future contests, make sure you just keep on following me. And I also have an active Discord group, so go check it out. I'll leave the description of this video, and let's get back to the story. Kurao-san, kore wo. Kore wo ohana? Hai. Ochikonde iru yousu datta node. He's like the gentle giant. I still can't believe that how big Cleo's hair is. It's so much bigger than her head. Rooster Worm Clan Leader Yoshitsune. Seimei kara shiki de shirase wa ukete ru yo. Anta tachi mo sainan datta ne. Mukuroshu ugari nara atashi ni makashitoki na. Seizei yoroshiku tanomu yo. Ja, seijou dakkan ni mukete shingun wo kaishi suru. Seimei to Gozuten no ga chokushin shite senkou shite kureru. 俺たちは黄泉の木の影響が少ないルートを回り込もう。どうして二手に分かれるの？安全な道ならみんなで進めばいいんじゃない？てめえらが来るのに合わせて結界を調整しとかねえと忍び込めねえ。なこともわかんねえのだ。Oh, jeez。こんないいことしなくてもいいのに。He has like a no nonsense type of behavior.これでアホどもは吐けたな。城の情報もあらかたいただいた。ここから先は当初の予定通り俺たちだけで肩をつける。ええ、生命様と玉ちぎりをした日から覚悟はできております。しかし本当にクズハにも言わないのですか？これが最後になるのですよ。当たり前だよ。事実を教えたらあのアホ大騒ぎしてうぜえからな。しかし生命も口悪いよな。いつも一言多いっていうか。そう言わんといて。生命様は生命様でいとこあるんよ。クズハさんはアホと言われている割には生命さんのこと慕ってますよね。アホ言われるんは傷つくけどな。でも確かに尊敬しとるよ。それにあの人は命の恩人やしな。恩人？過去に何かあったのか？うち元はただの狐なんよ。けど霊力が高いせいで化け物扱いされて人に殺されかけたんどす。
そこを助けてくれたんが生命様や。マナを分けてくれて、うちを四季にしてくれてな。四季っちゅうんは作るのにぎょうさん手間かかるもんや。それをあの人ためらわずやってくれはった。目の前で死なれるよりはいいって悪態つきながらやけどな。だからほんまの人手なしじゃないよ。そっか、だからクズハは生命について回ってるんだね。うん、あの人口悪いから勘違いされやすいやろ。だからうちが代わりに喋ってるんよ。確かにクズハやゴズ天皇がいなかったらとっつきにくい感じあるよな、セーブ。やろ？オプス。まあ、うちから見ても王子さんたちへの態度は特に悪いと思うけどな。生命様にとってこの任務はただの任務やないっちゅうのが大きいとこやろうけど。この任務は福届が嫌で受けたんじゃないのかい？あれは表向きの悪態どす。ドーマを見つけて倒すことが生命様の真の目的どすえ。ドーマンか。確かに生命と何か因縁があるみたいだったな。うん、ドーマンは生命様が所属しとった幕府の機関。 I can't wonder like why does Kuzu know his dialect or she just sounds like she has like a western type of dialect, but this feels kind of off. Wait, murdered? There's a typo. な呪いを使うたと噂に聞いたけど、うちも詳しいことは知りまへんな。ただ死んだ大明寺には生命様のおじい様もおったって話やえ。だから生命様にとってドーマンは仇なんや。あの人なりに必死で復讐を果たそうとしてはるのやろ。なあ、ところでよ、これ確かにそろそろ正常が見えていい頃なのに景色が変わらないな。そんな狐に化かされたみたいなことアルベリアでもあるんどす？ん？これ結界どす。入り口が巧妙に隠されとったせいで気づけへんかったわ。また結界？クズハの術で抜けられないの？うちの実力じゃ無理や。どういう順序で張ったかわからん結界は解けまへん。入り口も曖昧なら出口もない迷いの結界ってとこやな。迷いの結界、そんなものあるとしたらやっぱり。そうやろな、うちたちを足止めするつもりなんや。くそ、ドーマンの術中にはまったというわけか。Oh, great. こいつは確かに面白い仕掛けだね。失礼、何のつもりだ。さてね、あんたたちは知らなくていいことさ。無駄死にしたくなきゃせいぜい全力出して戦ってみな。どっこいしょっと。What the? She completely turned 180. Yoshitsune-sama の殿下の宝刀出すえ。ある秘術でな、一番強かった時代の姿に戻れるんや。秘術？何ひよってんだい。戦場じゃ何が起こったって。目の前の敵に。 I didn't see this one coming at all. さあ、ドイツから首を取られたい？首って、義経様、ほんまにどうされたんどす？ドーマンと同じように幕府を裏切りよったんどすか？だとしたらどうするんだい、クズハ。
つは仕方ない。ここは戦って義経を止めよう。話はそれからだ。うん、うちも本気出して戦いますえ。Guess I gotta fight her. That was very unexpected. A non-elemental. She's a water mana caster. She must be the new one. Hold on, guys. I'm gonna be right back. Hey, guys, I'm back. Before I continue with the story, the event story, I'm gonna go for this lucky letter event. Whoa. All I get is the minimum fourth place. At least that's a lot of single vouchers. Well, anyways, in any case, let's just get back to the story of the cursed connections. Episode 3, Cursed Connections. おかげで空間中のマナが湧いてる。これほどの荒ぶりようなら。マナでできた結界もぶち破れるってもんだよ。あ、本当だ。結界がなくなったよ。おい、もしかしてあんた、これが狙いで勝負？そうさ。それ以外にあんたたちと戦う理由なんざないよ。はあ？どうしてそれを先に言わねえんだよ。言ったらお前たちは本気を出さなかっただろ。だ
術は越しに来るよ。だが、これで誰が結界を張ったか調べられる。This is so weird. 早速手がかりだ。結界張る用のお札だすな。これ、生命様のお札やん。やっぱりそうかい。結界を張ったのは生命だったようだね。え、なんで生命様がみんなを足止めするようなこと。あ、もしかして生命様たち二人だけで敵討ちに行かはった。いいや、おそらくだが、あいつはもとより復讐なんかのために動いてない。さしずめ、一人残った陰陽寮の陰陽師、その使命で動いてると言ったところだろう。陰陽寮の陰陽師としての使命。ああ、今は説明している時間はない。急ぐよ、あんた。義経様、待っておくれやす。血が絵師の石の生成の準備は順調のようだな、ドーマ。おや、生命君、ちぎり竜も一緒か。もう少しで君の結界も解けるが、時に来てくれたならなお結構。いいや、俺たちが時に来たのは結界じゃねえ。てめえが陰陽寮で盛大にぶちまけた呪詛を解きに来たんだ。禁忌の陰陽術。ほうほう、ずいぶんな言い草だね。孤独は他でもない君の功績じゃないか、生命。ああ、そうだな。だからこそ止めんだよ。救急に寄りつけよ。やめたまえ。今は違い師の石のことで忙しい。君たちと孤独について論じている暇はないよ。そうは参りません。孤独もムクロ衆としての目的も止めさせていただきます。猛牛とも遊んでいられないのだが。そうだね、どうしても今というのなら、結界が解けるまでの間、陰陽道の成果でも見せてもらおうか、生命。上等だ。これでてめえとの因縁も終わらせてやる。相変わらず君は素晴らしい陰陽師だ。それでこそ生かしておいた価値がある。君の正当たる陰陽術と私の呪術を極めた下法、その技術の全てをぶつけ合うことができるんだから。その狂った自己満足もこれで終わりだ。お前の命も俺の命も呪詛と共に無に帰すんだよ。命を無に帰す。生命様、それどういうことです？クズハ、どうしてここに？結界壊して駆けつけたんや。それよりゴジさんも、今のどういうことです？結界を壊しただと？こいつじゃ解けない術式で作ったのに、どうやって？悪いね、一暴れして解いちまった。弟子のクズハに何も言わず刺し違えようなんてひどい話だからね。義経、お前どうしてそれを？なーに、九段の陰陽寮の呪殺事件は当時私も調査を手伝ってたんだ。んで、調査中陰陽術の禁忌とされるある呪法が使われたって疑いが浮上した。当時は真実がつかめないまま調査は終了したが、今合点がいったよ。その金樹はやはり放たれていた。そして当時私が調べた通り、その残された陰陽寮のもの、生命とドーマンが
どちらも死ななきゃならない。そういうはあるかい。生命様が死ぬ？嘘やろ生命様。義経の言った通りだ。俺は今死ぬつもりだ。ドーマンと一緒にな。そんなあかんよ。クズホソ、いけません。術と術の間に入っては生命様、いやいや、うち何の恩も返せてへん。だから死なんといて。アホなことはやめておくれやす。勝手に死ぬなんて許さへん。だから救急にありつや。あのアホ、術と術の間に別の術を打ち込みやがって。今ので五行の均衡が崩れて俺の術が無効化された。まずい。邪魔をするとは無粋な獣だね。その程度の陰陽術で私に歯向かうなどと。クズハ、危ない。力だね。せっかくだから生命との戦いに活用させていただこうか。なんだこの力。あれ、ゴズ天皇なのか。違う、ゴズ天皇のマナとは黄泉の記憶を制して作ったドーマンの式だ。違い師の石完成まで私の邪魔はされたくないものでね。この人型でも相手にしてくれたまえ。今は大丈夫だ。それよりこの状況をどうにかすることだけ考えろ。だな。戦うなら俺たちも協力するぜ。なあ、ドーマンを止めて早くゴズ天皇を助けよう。油断すんなよアホども。来るぞ。Just gotta take him out.
That's kind of cool. It kind of reminds me of a Chinese vampire or a Qianchi. Dang, he's huge. He's dead. That was easy. I see. It looks like the story will not advance until the 7th, so before I decided to end this off, I think I'm going to do a quick free summoning. In my last summon, it was just a bare minimum, so I didn't get anything. So let's see how my luck turns out for this. Oh boy. Another bare minimum. You know what that's gonna result. Absolutely nothing. Well anyways, thank you guys for watching this video, and I guess by the time the 7th of January of 2021 comes up, that's when the story will continue. So, I'll see you guys in the next part. Later.